です今回は資産公開動画はですね2023年の10月末時点の私の資産ですけれども1960万円ということになりました。で含み益含み損に関しましてはここに書いてある通りプラスの233万円の含み益という状況になっております。 はい、毎月やっているこの資産公開動画ですけれども2020年の12月からですねコツコツと投資を始めてきましてこの23年10月に至るまでの、まあ、資産結果ということになります余剰資金ですね会社員としての給料と副業としての収入また生活費を抜いて毎月コツコツと、まあ、投資資金にしておりますはい私本業は会社員でして隙間時間でこのようにクリエイターとか、えー、投資家として活動しております で家族5人構成でございまして、大体年間ですね、350万円ぐらいは資産が増えているんじゃないかなというふうに思います。また、プラスアルファですね、まあ、投資の、まあ、損益、その時のパフォーマンスによる次第ということでございますが、まあ、幸いにも今のところ資産8桁まで増えてきております。はい。で、ノートメンバーシップやっております。このように毎月の終わりにですね、 資産を集計しまして翌月の頭にですね資産公開しているんですけれどもそれぞれ毎月何を買ったのか何を売ったのかというものをこのノートのメンバーシップの方で細かく書いております何か売買した時には必ず即日または翌日に公開しておりますので是非気になる方はこちらも気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです概要欄にリンクを貼っておきます はい、では本題に入っていきましょう。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、えー、まずですね、10月の値動き一緒に確認していこうと思いますが、まあ、簡単に申し上げるとゴールドが突出して良かった月でしたね。まあ、このようにいろいろ五つですね並べていますが、まず S&P500 米国の株におきましてはまマイナスの2%ということでまあ、少し下がったという形です。 で全世界株で見てみてもマイナスの6、えー、0.61%ということでまあ、微減ということですで一方ゴールドはプラスの8%超というところでまあ、一番の大きな原因は地政学的リスクですかねまあ、こちらによってゴールドが上がっているのかなというふうにも思います まあこのように世界の情勢が不安定にね一部になった時にはゴールドを買われる対象としてありますので、まあ、このあたりが要因だったのかなというふうにも思いますで一方債券ですけれども長期の米国債券 ETFTLT はマイナス3.85%ということで、まあ、約4%弱ですね下落ということになりましたこの要因といたしましては、まあ、金利がね上がっているということが原因かと思います はいでドル円ですけれども、まあえー、10月ですね10月におきましては151円というところで、まあ、プラスの1%ほどまた上がったとつまり円安に進んだということになりますではあこのように、ね、10月でしたけれども私の資産どうなったかというとこのような形でございました、まあ、メインの株式におきましては今プラスの17.8%で含み益は251万円です でまたゴールドですけれども、まあ、含み益としては13.5万円ということでこちらパーセンテージに直しますと、まあ、プラスの43.5%非常に大きな含み益になっておりますちょっと金額としては大したことはないんですけれどもただねこの上昇というところに関しましては非常に増えているということですで一方再現ですけれどもマイナスの9.9%でマイナスの14.8万円 え、そして暗号資産におきましては、マイナス20.1%のマイナス16.8というところです。暗号資産マイナス20.1%とありますが、まあ、だいぶ戻ってきましたね。ま2020年ぐらいから投資をしていて、21年にですね。非常に暗号資産高値をつけたのを覚えています。 その時と比べるともうね半額以下に暗号資産になっているので、まあ、それをね考えればかなりですねこのマイナス20.1%というのは非常に戻ってきた方だと思いますまあこれはもちろんですね暗号資産最近ちょっと上昇してっていうのもありますが安い時にでもコツコツと毎週ですねたい2000円弱ぐらい コツコツと買ってきたので、まあ、安い時に買った小さなね小さな今含み益が積み重なってこのように今全体としてはマイ、ま、ナ、あ、ス20.1%ぐらいまで戻ることができたというふうにも感じておりますはいでそれぞれの資産額ですけれども、まあ、株式に関しましてはこれがもうメインということで今84.9%額に表しますと1664万円ですね でゴールドにおきましては2.3%で45万円ですで。国債に関しましては6.9%これが134万円。そして暗号資産は3.4%の67万円。そして現金はいつも一律で50万円残しておりまして2.6%というところです。はい。で、ここからですね、各細かい銘柄の損益というところでございます。で、こうやって見てみると、まあ、ほぼほぼね、 まあ大部分は含み益になっているという状況です。で、含み損になっているのは何かというと、うんまあ、例えば最近買ったあ後輩当株ですかね、少し下がっているところで買いましたが、それでもね、ここ最近また少し下がってしまったので、まあ、含み損になっています。あとは、あこの VEA とかですかね,ね、アメリカを除く先進国の ETF がマイナス8万円ほど。 あとは中国ですかね、中国の ETF の02800というところ。また、あとはこういう形で VWO ですね、つまり新興国。新興国の ETF も少し含み損ということになっています。まあ、決して、ね、大きなものではないんですけれども、まあ、アメリカ以外のです、ね、ちょっと国のパフォーマンスというものは少し、ね、下がっているかなというふうにも思います。 一方子供たちのジュニアニーサですけれども、こちらはねまあ、順風満帆です。さっきえっ、ー、とパパママの方の講座では vea えっと含み損でしたが、こちらの方ではね含み益ということになっています。 まあこちらも今年でね残念ながらジュニア・ニーサ終わってしまいますのでまあ今後はね追加の投資は来年再来年もしないということを決めていますがそれでも子どもね各3人の18歳以降の学費というものはまあこれでもう事足りるかなというふうにも思っています今ですね各それぞれだいたい200万円ほどあったかと思いますがこの200万円が将来ですね300万円ぐらいになって 10年後ぐらいですかね300万円ぐらいになれば、まあ、それがね大体学費として足りるんじゃないかなというふうには思っておりますはいで国債ですね国債さっきお伝えした通り全体としては含み損ですまあそれでもですねここ2023年はかなりね買い時だと思って今どんどん買っています2022年には40%を超える暴落でしたので、まあ、それは150年ぶりぐらいのですね暴落です まあこのチャンスを逃すまいというところで非常に23年積極的に買っている方ではあります、はい、そしてゴールドですねかなりも好調すぎますかなり昔に買ったゴールドの一部なんかは55%というところですし、まあ、ここ最近で買った、ねえー、ETF としてのこの GLD これもプラスの6%というところですので、まあ、これを考えてもゴールド最近ちょっとね上がっています はい、これがですね、直近1年間の資産の推移ですね。まあ、先月と比べまして、この1936万円というところと比べると、この1ヶ月でですね、大体24万円ほど増やすことができました。で、投資額といたしましては、この1ヶ月で50万円ほど追加投資はしたんですけれども、まあ、それでもですね、若干ちょっと株価とかね、少し下がり気味だったので、そのまま50万円プラスということにはならずに、 まあ24万円プラスということになりましたが、まあ、それでもです、ね、過去最高の資産は更新できております。はい、ということでこれがです、ねえー、グラフにしたものでございますが、まあ、今年に入ってかなり含め益がぐんと上がりましたね、まあ、非常に2021年の後半から22年にかけてです、ねまあ、利上げというところで非常にいい株価を中心としたポートフォリオの方は非常に苦しい1年だったかなというふうにも思います。 ただそれでもですね22年も変わらず追加投資どんどんとしてきましてそのおかげでこの23年ですねぐっと急激に増えているというのはその恩恵かと思いますはいでこれがですね資産の推移ということで今後の目標も含めたものですで23年の目標は1900万32万でした、まあ、これはですね無事に到達いたしまして 来年は2500万円これを大体ですすね目安にしていますでこのままいけばですね大体28年の頃には5500万円達成して、まあ、ここがセミリタイアの検討時期かなというふうには思っていますで遅くてもですね32年には大体1億円になりますので、まあ、この時には遅くとも、まあ、セミリタイアをですね完全にしたいなというふうには思っています でではですね今月行った投資というものを最後に振り返っていこうと思います、まあ、私自身は今株を中心としたポートフォリオですので毎月のようにですねこのメインとなる VT そして VOOVIG999 こちらを買ってきましたでこれは変わらず10月も買いましたで基本的には第1と第3土曜日に購入を検討いたしまして、まあ、テクニカル分析などを行って、まあ、買う買わないを決めています これがメインではありますがそれ以外にもですね割安なものがあればどんどんと買っていっていますでこの10月の VTVOOVIG999 を見てみると、まあ、非常にですね値動きは大きかった1か月,月だったかなというふうには思っています、まあ、こうやって10月の頭を見てみるとその後ねちょっと下がったんですが、まあ、なかなかねいい勢いだったかなと思ったんですがその後ねガンガンガンと下がってきました まあいろいろ10月はですね、この中旬以降、決算もあって、いろいろぶれた時期ではあったと思いますが、プラスの4%、マイナスの4%ということで、最大ですね、この8%ぐらい動いた1ヶ月だったということになります。まあ、2023年の中では、かなりですね、大きな値動きの1ヶ月だったかなというふうには思います。まあ、でも、変わらずですね、先日、先週末か、先週末におきましては、このように、 弱い時つまり下がったときにはかなり追加投資をいたしまして、まあ、今ねこの収録はもう11月入ってからしていますけれども、まあ、それを踏まえるとですね11月前半この123とですねかなり上昇していますのでこのとき追加投資してよかったかなというふうにも振り返っていますはいで債券ですね債券も変わらず買っています AGGBNDTLTBNDX こちら4つをですね変わらず買いましたで メインはね株式になるんですけれどもただリタイア後の資産運用を踏まえていつかはですね債券が約半分近く占めるときも来るんじゃないかなというふうには思っています、まあ、それを踏まえるとですねこのように分散投資をしてですね債券にも今のうちから買っているというところですで直近5年間債券見てみますけれども、まあ、こうやってですね非常に今かなり割安なときだと思っています まあこうやって見るとですね、まあ、2023年今かなり割安というのが分かりますので、えー、株優先であるものの資産の、ね、約10%ぐらいは債券をですね買っていきたいなというふうに思っていますので今のうちから債券は積極的に買っておりますはいでゴールドこれはですねちょっと今最近高すぎるということもあってもう毎月、えー、1日にですね一、えー、口分 GLD を買っています なので、これは、まあ、ドル建てになりますので、明確にいくらというものはないんですけれども、大体2位から3万円ぐらいで推移していると思います。まあ、これを毎月1日にですね、購入するように自動で設定しています。まあ、本当はもうちょっとですね、ゴールドの割合を増やしたいんですけれども、ちょっとね、今あまりにも高すぎるかなというも思っています。まあ、これが直近5年間の価格ですけれども、まあ、こうやって見るとやっぱちょっと高いですよね、今。 本当はこのね2022年の後半のこの11月ぐらいかなり下がっていたんですけど、まあ、この時はです、ね、完全にもうゴールド頭から抜けちゃってまして、ねまあ、かなり割安だった株式にですねもう目がいっていてゴールド完全に忘れてましたなのでまあ買いそびれたなと思っていたんですけれども、まあ、それでもですねちょっと今後、利下げがあると基本的にはドル安となってゴールド高が見込まれるので、まあ、今後ねゴールドさらに上がっちゃうんじゃないかなとも思っています。 なので、まあ、それを踏まえると、まあ、なかなか大きな金額を買うということはせずに、まあ、毎月ねコツコツと一口分2から3万円だけ買うという方法に今はしておりますはいで後輩党株もですね少しずつ買い始めましたまあこれはセミリタイムで最短5年間ということもあるので まあ高配当株のまあいわゆる配当金ですね、まあ、これを将来の生活費としてやっていきたいので、まあ、それを考えるとま今のうちからですねちょっとずつちょっとずつまあ買うということをしています、まあ、これも直近5年間の高配当株の株価ですけれども、まあ、そんなにね、えー、買い時がチャンスが来るかというと直近5年間で見てもやっぱりコロナショックぐらいしかないんですよねなのでそれを踏まえると今例えばこの SPY2 でしたら もちろんコロナショックほどではないですけれども、まあ、かなり低くなっている時なので買い時かなと思っていますまた HDV もコロナショック以降の株価の推移の中ではこのねオレンジの線今かなり割安なところかなと思いますのでつまりれも買い時かなとで VIM も大体同じですね、まあ、どれも大体コロナショック前近くぐらいまでは結構ね下がってきていますんで、まあ、今はちょっとね追加の購入し時かなと思っています ただこれがもうちょっとね上がり始めると一旦購入は保留してインデックスの方にまたフル回転ということをしようと思っています。またいずれね、後輩等株が下がる時もあるだろうというふうにも思っています。はい、で暗号資産、これはですね、毎週1000円ずつビットコインとイーサリアムを買っています。まあ、これはあまりにも値動きが激しすぎるので、ちょっと高値掴みが怖いというところで、毎週の設定にして、 もうコツコツと本当にコツコツと買っているというだけです。でこれは完全に期待枠というところですので、大体暗号資産月合計でも約1万円ぐらいの入金にするようにしています。はい。でですね、ノートメンバーシップの方でですね、細かい投資の詳細というものは書いております。例えばこの毎月、 定期買い付けとして第1第3土曜日は必ず買うか買わないかを検討していますしますまたそれ以外にもミニコラムを書く時もありますのでぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいですはいということでですね2023年の9月の資産公開の時には1936万円でしたでこの時と比べますと、まあ、24万円資産が増えました でまた、今月にかけてですね、先月からゴールド上昇しているかと思いますが、なんでゴールド今上昇しているのということで、疑問が湧く方もいるかと思います。なので、ゴールドが上昇する4つのパターンというのをまとめた動画を直近作成していますので、ぜひこちらの方も参考になればと思います。はい、ということで、10月の試算公開以上でございます。まあ、10月もですね、そんなに増える月ではありませんでした。 これはあなたもですね同じかと思いますがただ11月に入ってからですねまあ最初の初動数日かなり好調ですよねなのでちょっと11月の末にまた自分の資産を振り返るときにはちょっとですねまあニヤニヤしながら計算できるぐらい上昇してくれたら嬉しいなとも思いますでまた11月になると来年からね始まる新ニーサのいろんな積み立て設定とかもする月でもありますので その新忍者関係でですね、参考になるもの、気になるものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それを参考にですね、動画を作っていきたいなというふうにも思っています。それでは今月もご視聴いただいてありがとうございました。今日も良い一日を。